一つのことに対して一生懸命取り組むことができる人が保護所の職員になっていただきたいなと思います。途中で諦めてしまうと、やはりそこで子どもたちが、あ、やっぱり今までと大人と変わらないんだなって思ってしまいますので、どんなに難しいことがあっても周りの職員と協力をしながら一生懸命目標達成に向けて努力のできる人が適切なのかなと考えます。